お世話になります。俺のもの大体出しといたから。ありがとう、ごめんね。小説どの話？嫉妬深い男の話。向こうはあいつと住んでたとこだから離婚は大変だった。まあね、アキラ寝かせて一人でいられないの。どうかしてるよね。だるまさんが転んだ。新一くんはなんで一緒にご飯食べないの？母さんのこと嫌いなの？なんで自分のこと書くの？終わらせたいから。いろんなチームを転々としてきましたが、僕の最後の居場所だと思ってます。ままならない人生を誰もがもがき生きている。このままやってみたらどう？結婚もしてないのに家庭内別居。夏の終わり、いびつな半同居生活がもたらすほのかな光。夜、鳥たちが鳴く。